今回はベースで、今回もベースで呼んでいただきました浜岡本です。そうですね、もうスタッツさんとは知り合って何年経つんでしょうね。4年、5年ぐらい経ってるのかなという感じなんですけど、まあ、たびたび僕は岡本っていうバンドをやってまして、そっちのプロジェクトであったりとか自身のプロジェクトでスタッツと一緒に制作したりしたことは何度もあったんですけど、彼名義の作品に自分が参加するってことが今までなくて、でいつでも呼んでっていうのはいつも言ってて、しかるべきタイミングで呼びたいってはずっと言ってくれてたんですけど、まあ、まさかその初めてがこんなに大きな、まあ、こんな素晴らしいプロジェクトだっていうのはとてももう感無量なのと、まあ、感慨深いですね、とっても。はい、そうですね、そのまあ彼は普段その録音したりミュージシャンが演奏したものをこう彼なりにこう、まあ、トラックに落とし込んでっていうことをずっとやってきていると思うんですけど、まあ、今回はまあもちろん彼の手が加えられてはいますけど、まあ、そのバンドのレコーディングっていうのが彼自身も初めてだったみたいなので、新鮮だというか、こういいところがかける2になってる感じがして、撮ってる時からすごい楽しかったですし、実際最新のミックスを聞いたのが俺一昨日ぐらいなんで、今もきっと、まあ、これが出る頃にはもうとっくに完成してますけど、なんかこう現在進行形でミックスしてるので、最初にもらったミックスともう別曲ぐらい良くなってて、本当にワクワクしてます。撮り終わった後も、はい、聞いてるリスナーの方、いやかっこいいですよね普通に僕は参加してますけど、自分がかかってるとかをちょっと語弊を恐れず言うとあんまり考えないで、リスナーとして聞いていいな、かっこいいなと思う曲なので、皆さんと同じ気持ちですね。いい曲が生まれたなというシンプルな感想ですし、携われてよかったなと思いますし、長澤さんのバージョンとね、存在がまた、ね、バージョン違いがありますから、その辺の面白さもぜひ聴き比べていただければなと思ってます。